を、タオルです。大阪ってこう書いてあるとちょっと強烈ですね。大阪土産かみたいなね。はい、これは春夏秋冬のタオルです。はい、どうも、ソイジマックスです。さあ、またガチャを回してきました。ちょっとなんかまた変なの出てました。海洋堂カプセル級ミュージアム、珍獣動物園。珍獣動物園？何が出るかな？カピバラさん欲しいと思いました。カピバラさん、開けてみる。イエス！イエス！何が出るかな？お、よしよしよし！あ、やった！よー、カピバラや！やったやった！うわ、うわ、やった！イエーイ！やったー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 、一発で出たよ。はい、そうですよ。ほら、カピバラだよ、カピバラ。やったーイエーイ！やったー。ん？おー、カピバラですね。相変わらずカラーの説明書きがついてますが、可愛いだけじゃない、珍獣たちの真の姿。カピバラ、カピバラなのね。カピパラじゃない、カピバラ。柔和な性格で人に懐くため動物園でもよく飼育されていると。アマゾン原産の半水生種で泳ぎがうまく、前足には水かきがあり5分程度の潜水も可能。鼻先だけを水面に出して水中で眠ることもある。そんなこともできるんだ。あ、でもこれいいな。相変わらずいい出来でございます。はい、海洋堂カプセル級ミュージアム珍獣動物園、カピパラ、カピパラじゃない、カピバラが出ました。カピバラ、カピバラ、カピバラ、カピバラ。これはでもいい、面白いな、いいな、いいな。